レフ・ザハーロビチ・メフリスは、ソビエト連邦共産党の党員、ソ連の政治家、軍人、大将、国家監督賞、オデッサ出身、ユダヤ人。1918年から、ボリシェビキの党員となり、赤軍の政治業務に就く。1921年から1926年、労農観察人民委員部と、党中央委員会で働く。1930年、 赤色教授大学を卒業し、党中央委員会出版科主任となり、プラウダッシュの編集長となった。1934年から党、中央委員会委員候補。1937年から、中央委員。1937年から1940年、赤軍政治宣伝総局長兼、副国防人民委員。 1938年1月から1952年10月、党中央委員会組織局委員。1940年から1941年、国家監督人民委員兼人民委員会議、副議長。1941年から1942年、老農赤軍政治総局長兼、副国防人民委員。1942年から、各軍、 前線を呼び添いカルパチア軍管区の軍事会議議員。1946年国家監督賞となり、1950年健康上の理由により退任した。第一期第二期ソビエト連邦最高会議大議員。死後、クレムジンの壁に葬られた。ありがとうございます。